あ、っていうか、ねえあとあの大江さんがなんかツイッターであの、自分のハンディキャップをもあの笑いに変えようと皆さんにねえあの便器に座って笑顔で「おいわしもなったぞ」みたいな顔で泣けるわああ泣けるわわしもやみたいな感じで、うん、あのー 結構さ、あれの、まあ、ちょっとごめん、あの、もしかしたら間違ってたら申し訳ないんだけど、なんか俺の浅はかな知識だとさ、あの、まあ、下痢ってさ、太りづらくなっちゃうんだよね。だから、おいちゃんって太んねえんだろうなと思って。大腸とかでさ、水分、あのー、栄養が溶けた水分を吸収すんじゃん、大腸で。だから、その、水分が残ってるってことはさ、そういうなんか、あのー、栄養を大腸で吸収せずに、そのまま垂れ流しになっちゃうから、 っってていううのがあってね、うん、そうそうだからまあねちょっと俺正直そこあのね海王星大腸炎で俺ちょっと対策とかちょっと予行とかちょっと全然知らないんだけど <laughs> あのそういう内科にあんまり携わってなかったからさまああのねなんかこう元気に乗り越えられる時が。 俺、海洋性大腸炎だけど、デブだぞ。ああ、なるほど。<laughs> すいません。<laughs> まあ、お医者さんもそもそもあんまり食べないって言ってたからね。確かね。うん。いろいろあるんすよね。あの辺のやつだあの、クローン病とか、大腸炎とかね。じゃちょっと行ってみますか。そしたら。じゃあちょっとね、苦手なキャラを少し練習します。